レコーディングもツアーも全部中止にしたいって、そんなこと急に言われても。牧野がどうしてもできないと言ってるんです。こちら小峰洋子さんです。フランスで記者さんやってらっしゃいます。本当にうっとりしました。実は舞台の上からお誘いしてたんです。パリひどいことになってるわね。洋子さん無事を祈ってます。連絡できなくてごめんなさい。もし洋子さんが地球のどこかで死んだって聞いたら僕も死ぬよ。私結婚するの。だから止めに来た。彼女にはフィアンセがいます。男の人に惹かれてに理由はなかろうもん。全てが終わったら日本に行きます。私の人生の目的は牧野なんです。出会ってしまったからその事実をなかったことにはできない。マチネの終わりに。